9月18日のセリーグ順位スレ、全試合延長戦ってマジ？どこも内容濃すぎる。1試合3つのデッドボール、そういうチーム、なんやろな。広島 3A クラスいつしそうで草。振り向けば横浜。おいおい広島今年 B クラスになったら6年連続やぞ。ある意味中日よりひどいやろ。中日フロントって立浪に物言えるの？6点差まくられてさすがに面白すぎるやろ中日って思ったけど勝ててよかったな。今日一番悲惨な負け方したチームわらわらわら。カープ B クラスおめでとう。横浜巨人 CS おめでとう。広島型球団と違って中日相手にちゃんと勝ちきれないのが結構響いてて草。落合、横浜が一番嫌だった。負けられないから、これと同じよね。立浪続投は正しかった。今日一番悲惨な勝ち方したチーム、地味に巨人もあれなんだよな。北村さんごめんなさい、増田さんごめんなさい。増田信じてなかったぞごめんな。明日からも頑張れ。マジで消化試合とはいえちょっとは打てよ。横浜なんとか勝ったが試合内容は大概やで。もしかしてツバメ抜ける？中日から7点取って負けるってよく考えたら異様やろ。約中 1.5 ゲーム差ってマジ？ヤクルトの負けっぷり全然話題になってないのにヤバいな。1イニング6失点は間違いなく立浪のせい。監督が一番うろたえてどうするの。中日から8失点で松代までの恥だろ。恥ずかしすぎて明日から仕事できんわ。広島が異様に中日に弱いのなんでや。全カード延長って何年ぶり？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。